人と話してないんですけど、1たす1は2みたいな。1時間ぐらい歩いて山とか森とか公園って呼んでる場所に来ましたね。結構肌寒くなりましたね。14度ぐらいかな、めっちゃ薄着できちゃってね、寒いんですけど。いやー、良くないですね。寒さと飢えは本当に良くないですね。真っ暗で何も映ってないですけど大丈夫か。温かいもん食べたいです。おでんとか鍋とか。じっとしてらんなくてまた散歩しに来ちゃったんですけどね。なんだろう、600日ぐらいかな、人と話してないんですけど、さすがに話したくなってきましたね。いくら孤独体制というか一人でいても大丈夫ってことは、ここ5年ぐらいで証明できてると思うんですけど、さすがに自分の精神衛生上良くないですね、一人でいるのは。寒いのもそうですし、空腹もそうですけど、孤独ってのもまあ良くないですね。現状、まあ話す相手は誰もいないんですけど、たまにライブ配信とかやってね、相手してくれる人もいるんですけど、なかなか人も集まらず大変だなって思ってますね。最近思うのは、なんだろう、機能的価値というか存在価値というか人にはあると思うんですけど、存在価値は、形式上というか人権的にもね、一般的には認められてるものだと思うんですけど、なんだろう、機能的価値というかその人が何をできるのかみたいな価値は、僕は皆無なのでどうしようかなっていう気持ちでいっぱいですね何のために生きてるのかわからないっていうか、何ができるのかけど何もできない、何もできずにお家で天井を見るっていう日々ですね。やりたい気持ちあるんですけど、自分の機能的価値がないゆえに部屋にこもるというね、いろいろ模索はしてるんですけどね、結果は出ず、一回社会から逃げ出してパッカーンってなっちゃった人をね、好き好んで雇おうと思う人はいないと思うので、そこが難しいところですね。どれくらい見てる人の中でこの話が分かって共感してくれるかは分からないけど、
僕の言ってることが分かる人がいたら嬉しいですね。おはようございます。ひとひかりです。朝の3時とか4時ぐらいに一回起きちゃって、なんか不眠症なのか胃が痛すぎて起きてんのかわかんないけど、まあ、とりあえず胃が痛くてね、胃薬飲んでパソコンいじってたんですけど、この時間までやっぱり朝は寒いですね。夜も昨日の夜散歩したんですけど、夜も寒くて朝も寒くて、着実に冬に近づいてるなって感じなんですけど、相変わらずね半袖短パンで過ごしてるっていう、そろそろ衣替えというかね、冬服押し入れに封印してるんで、それも出そうかなと思いますね。いやー寒いの苦手なんでちょっとダメですね。昨日も話したかな、寒いのと空腹、飢えと、あと孤独が一番精神的に良くないですね。僕のここ5、6年の経験からいくと。なのでどれくらい僕と同じような環境の人がいるかわかんないけど気をつけてください。一人暮らしの人とかね、結構しんどいと思うんで、特に僕と同じ同世代で、まあお金なくてね一人で生きているような人は多分わかると思うんですけど、やっぱりイケイケの人というかうまくいってる人はね、わからないと思うんですよね。まあわからないというか、分かってほしいとかそういうんじゃなくて、前も話したと思うけど、どうしても僕は当事者だから合理化してね、自分のことをなんか正当化するような感じになっちゃうんだけど、でも周りから、まあ、いじめられるというかバカにされるような人生だってのはわかるんですね。まあ昔麻生太郎さん、まあ、元総理大臣の人が、なんか学校でいじめられるのは喧嘩が弱いやつか貧乏なやつか頭が悪いやつのこのどれかだみたいに言ってて、まあ僕この3つともコンプリートしてたんでね、学生時代なので、うん、まあそれはわかるんですけど、実情としてはでもどのコミュニティでも言えることだなと思って、まあ会社でもそうですし、まあ大学でもサークルでも何でもいいんですけど、まあ親族とかね、家族間でも多分まあそれは同じことだと思うんで、まあバカにされるってのはわかるんですけどね。やっぱりイケイケの人はね、全然伝わらないと思うんですよね。うまくいってて、ずっとねこういう感じで生まれた時から。だから最近煽りコメントというか、煽られるようなコメントがねすごいたくさん来て、多分最近ブログの作り方を変えたからだと思うんですけど、なんか路列回んない、朝だからいつも回んないけど、だから結構だらしない風に見えるのかな、煽られることがね多くなりましたね。でも僕もね、昔はまあいい感じだったんでわかるんですけど、その気持ちも、うん、家族って花、華道の花に族みたいな、まあ、日本の貴族みたいな感じの末裔の人と、
まあなんつうんだろうな、仕事したり、まあ、ヨーロッパの貴族の末裔も貴族仕事したりね、仕事っていうかおもりみたいな感じだったけど、であとはまあエリートクラスと言われるね、東大の先生とか北大の人とか、まあ、いろいろと、まあ、社会人とか海外時代も含めて一緒に仕事してた時があるんですけどね。僕もその時に、僕今の僕みたいな人見たら何してんだよって思うと思うんですけど、まあ、やっぱりわからないんですよね、イケイケだと。僕の知り合いに、まあ、うつになっちゃった人がいて、で僕昔なんですけど、で昔は僕も結構頑張ってたんで、人生っていうか、まあ、まあ頑張ってたんで、まあ大丈夫かなって思いつつも、なんか心配しつつも、まあ、こうやったらいいのになとか、まあなんで頑張れないんだろうなって、まあ思ってたんですね。多分みんな心のどっかでは思っていると思うんですよね。そういう、まあ例えば職場でちょっとうつ気味になっちゃった人とか、まあ学校でも不登校の子とか、なんで学校来ないの、来ればいいじゃんっていう、1たす1は2みたいな、そういう単純な考えというか、そういう物事の見方しか知らないというかね、当事者じゃないんで、だからそう頭では、まあ、脳の異常でうつ病がセロトニンとかね、そういう病気があるんだなって分かってても、まあなんでやらないんだろうっていうのは心のどっかであると思うんですよ。でも僕はなんというか両方経験したんで、今は分かりますね。昔は分かんなかったけど、まあうつというかパニックとか、まあ、精神的にちょっと不安定な人の気持ちも分かるし、イケイケの人が煽ってくる、こういう弱い者いじめしてくるっていう気持ちも分かりますね。だから煽りコメントが最近来るんですけど、うん、まあしょうがないなって、まあその人は幸せなんだろうなと思ってね、まあその生活を維持してもらいたいんですけど、まあ僕みたいな境遇とかね、元僕みたいな人とか、そういう人がこの動画を見て、僕のチャンネルとかね、ハムスターのチャンネルでもいいんですけど、動画を見てくれてる人がいれば、まあ、何かの救いというか、なんて言うんだろうな、共感というかね、僕だけじゃないんだとか、まあこういう風にこういう気分が移り変わっていくんだなっていう、まあ、ある種のま観察日記とかね、そういう風な見方も、いろんな見方もね、まあ、バカにしてもいいんですけど、もちろんなんつうんだろう、子供がねこういうダメ人間をバカにするでもいいんですけど、動画を見てね、いろんな見方が見れると思うんですけど、まあ、誰かの、まあ、救いになるといいですね。で一番はこの動画を見返して僕が記録が残って嬉しいっていうのはありますね。やっぱり客観的に見るとやっぱ違いますね、自分は。何言ってるか分かんないと思うんだけど、こうなっちゃうんですよね、視界が。